大仙ダムは、大分県日田市の筑後川、水系赤石川に建設されたダムである。赤石川が、大仙川に合流する合流点の上流、約2トルに位置する。当初、ダムが建設される赤石川にちなんで赤石川ダムと名付けられていたが、赤石は本ダムの建設地よりも上流にある、前杖村の地区名であり、本ダム建設による水没地とは、 無関係であったため、大船長の要望により、大船ダムに改められた。2010年12月20日に、本体のコンクリート打設が完了。2011年5月10日に試験淡水が開始され、同6月17日に平常時最高貯水位。2012年3月24日に最高水位。同11月20日に最低水位にそれぞれ到達。 2013年4月に管理開始が予定されている。2013年1月には公募により、ダム湖の名称がカラスヤドコに決定した。この名称は、大仙ダムがカラスヤド山の山麓にあることにちなんでいる。なお、筑後川の松原ダム下流に設けられている、大山川関は、このダムとは別のものである。本ダムは、筑後大関において、 福岡道水を介した福岡地方の九市九町村への各種用水供給、筑後溶水を介した筑後地方の六市八町村への上水道、工業用水、農業用水の供給のための水源の一つとしての役割を果たしている。福岡溶水、筑後溶水の供給割と両上重要なダムである。大仙ダムの一角に設置されたホタルビオトープは第三者認証として ジャヘプ認証を受けている。ダムの所在地である大分県日田市では漫画進撃の巨人の作者が伊佐山はじめの出身地であることからこの作品にちなんだ町おこしを進めている。2020年11月には同作の主要登場人物であるエレン、ミカサ、アルミンの少年期の等身大の銅像が大仙ダムの下流広場に設置された。この像は 作中に登場する巨大な壁に見立てた大仙ダムを3人が見上げるもので AR アプリをかざすとダム上に巨人が現れる。11月8日には伊佐山も出席して除幕式が行われた。ありがとうございます。